は、音量が真ん中あたりなんだけど、真ん中が分かんないですね。だいたい。ねじれてるかな。ねじれてます。いろいろ不慣れでね。これどうなってんだろう。なった。じゃあこのままいきます。いいと思う。ねじれたのもマーブルらしいですね。大丈夫ですかね、音ね。はい、ワン、ツー、スリー。待っていた時が経ってゆくのを、よっ飛んだ曇ってく場所まで、私もうどこにも行かない。一尾咲いてた目の前で掴んで、花びらちぎれた。私もうどこにも行けない。チロチロとした壁一面に映り出すまで眺めてた。私もどこにも行けない。群青の夜、空一面に落ちてくるまで眺めてた。この地球
いしょ声が出ちゃったすいません。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。帰ってきたよ恥しげに、ほうほう差し伸べた指先が喜んだ。マブルーの色が優しく漂った。過去のものどうでもいいと思った音のかけら尖った星、めまいの月、翻弄されてる夜に舞う羽、深い吐息、近くにある今いる、どこにでも行くよ、あなたとなら、あるがままに、呼吸してるままに、どこにでも行くよ、私とならば、すべて溶かして包み込んであげる。いつの間、いつの間、今日という終わりのない日に、あれは、ここにいたいと思った。霞んだ空、眩しい光を差す、倒れそうになるこの空間に、この呼吸に、近くにある今いる、どこにでも行くよ、あなたとなら映るままに、呼吸してるままに、どこにでも行くよ、私とならば時を止めて包み込んであげる。いつの間、いつの間、今日という終わりのない日に、あれは、してるままに、どこにでも行くよ、私とならば全て溶かして包み込んであげる。どこにでも行くよ、私とならば全て溶かして包み込んであげる。いつの間、いつの間、今日という終わりのない日に、あれは、皆さんお疲れ様でした。なんてちょっと待ってね。いやいやいや。あー
さんありがとうございます。すごいいっぱいに思うんだけど気のせい？気のせいじゃないもうなんかほらもう最近ほら一人でいることが多いでしょ。でなんか家にこもってるからさ、もうなんかだんだんこうもう1年たち2年たちコロナがあってどん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 コミュ障になってくんだけど、皆さんそうじゃないですか。なんか人と会話しない、猫と会話してるから日々 CG ですか？ CG と人来てくれたのに CG と CG いやサクトでこんな今なんかすごい。サクトだってなんだっけ、マーブル再始動してからサクトやったじゃない。え、去年の7月中、うん、その時はまだ半分でしたもんね。半分だったよね。今日こうなんか久しぶりに人がこんないっぱいいるのを見てるからすごい圧を感じる来てくれたのに圧を感じる圧じゃないですよね、下がれないですよねいやなんかすごいね、人ってすごいね、やっぱりあの熱を感じますよ、すごい。なんだろう、みんな体温ある。普段ほら人と会ってなんか人と会わなすぎなんで。そう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 、この感じ頑張ろう。ちょっと、まあ、俺らの距離ある、震えてきたなんかはい、震えてきた震えてきたなんか暑さで、暑さで。暑くないですか？大丈夫ですか？はい、え、今日はちょっとこもるかも、どもるかもしれないちょっとみっこの様子がおかしいそう、なんかちょっと人慣れがしてないからちょっと、あの今日マーブル初の人っています？マーブル初めて見る人。おお、すごい勇気ある人にスポットライトが合うはいはいはい、あーすごい、すごい恥ずかしめですね。一人ですもんね、それはもう乱れちゃいますよね。もう注目の的で、今日は注目の的で、みんなでも優しいんでね。はい、そうなんですよ。あ、そうですね、なんかあの昔よくやってましたよね、あのご挨拶みたいな。そうでしたっけ？やってますやってたんで、あのまあ声はあんま出せないですけど、皆さん今日ぶつかったりとかね、あんま今日はないと思うんですけど、一応ちょっと周りの皆さんとご挨拶してよろしくお願いします。仲良くやってくださいよ。365の5度、まあぐるりおかしな関係になってる今ね、面白い。あんまりね、ああいいね、みんなで言えないからね。はい、何？こんばんマーブル。あー懐かしいですね、言ってないですね。俺らだけ言うと寂しいから、ね、心の中で、ね、心の中でね。じゃあ心の中でこんばんマーブルで言いますかねこんばんマーブル。あー聞こえました。はい、ありがとうございますはいはい、私のね今日の役割は2曲で終わったのでそうでしたっけ？まだあります。まだありますかあとは達也が歌う。俺歌わないからはい、じゃあはい、聞いてください。確かに。ゆらりふわ君とならずっとずっと笑顔でいられる。また長い道のりだけどスタート地点君と立ってる。喧嘩して仲直りして近づいていけたら、ひまわり花が咲く落ち葉の季節も二人で歩いて行こうよ。未来への
久しぶりだしね。まあライブやってないからね俺ら。そんな YouTube のゆるいのしか。ね。ね。そうですね。はい。で次のね2曲はねすごく久しぶりなんですけど、多分ね今後もなかなかやらないかなっていう。なかなか多分今日だけかもしれない。まあないよねきっと。ミコが選ぶ、よく選んだなと思った。これそうなの、一回ちょっとねやるって言ってやっぱやめようかなって言ったんですけど、やるって言った、まあ、一回やるって言ったんだからやる。別にその曲が嫌だとかじゃないんですよ。嫌だとかじゃなくて恥ずかしいんですよね。恥ずかしい曲って何それ。そんな曲作ったの。はい、ですねこの曲はね、書いてあるのな、2012年ですよ。ひだまりスケッチハニ、ひだまぶるのハニカムの中からみやこちゃんの私リストをやるんですけど、はい、さすがに2人でアコースティックでやっていけないからね。はい、今日はね、そう久しぶりにやるんですよ。はい。一回ぐらいしかやったことない。多分ね、あのキネマクラブひだまぶるやったんですよ、3日間で。その時のにやった一回ですよね。はい、皆さん。バンドだったからね。バンドですもんね今日ね。マーブル珍
珍しくちょっとオケを使ってやるとあんまなかったから、はい、じゃあ次の曲は後で説明しますか。とりあえずね、1曲やって大丈夫？いや、どのピックでやろうかなそんな新兵器みたいな、いろいろここについてるけど、これは使わないの？使わない、飾ってる、飾ってる、あの、投げたりしないんで、全然ギタリストっぽくかっこつけてやる、やりたかったんですよね。そうそうそう、うん、初めて使った。そうそう、店長が出してくれた自分のじゃないんだよね。そうそうそう、鳥羽さんが出してくれたやつ。じゃあ今日で一回しかやらないですけどじゃあいきますか。宮子さん大好きです、私ね。日だまりね、いろいろ皆さん好きなのね、喋り始めるっていうね、早くやる、はい、喋る、はい、やります、はい。広さ
暑いのは私だけですか？暑い。暑くないですか？これなんか温度って上がります？上がる？ちょっと上げちゃダメだ。下げてください。はい、次の曲はですね、この曲もすごい。あ、これはでもやったか。YouTube でやった？僕喋るとこなんですか？喋らないけども、一応説明すると、これ2010年ですね、11年前のヒダマーブル星3つの中の、サイさんの曲ですね。赤色のソファーです。
座ろっかな。おばあちゃん。おばあちゃん座る。いい次の曲。タッチは立っててね。だよね二人とも日常の些細な傷気にしないでこんにちはさよならあっさりした世の中で生きてく力持ってないかね君の強いと刺激になってるけど今日は弱い君を包んであげるから三日月の夜覚めない夢の途中で冷たいため息かじかう指に溶けてくことを、oh, 泣きたい時は素直に涙一粒指や吹きかけ消してしまおういつか開けるその下で電話した君の声温かいふとじわり積もるずっと変わらずに夢の空は見て今日はそばにいてごめんI'm not afraid to die.
すごい早くなかった？え？めっちゃみんなが煽るから早くなっちゃう。すごい早かった。暑い、ちょっと待って。熱い。あ、俺もタオル持ってくる。こんなに汗かくとまだもうみんな我慢できないんだから本当にいやー、マーブルのライブでこんな汗かくと思わなかったよ。しかもアコースティックでやばい。何？暑い。暑いね。暑い、汗だくだよ。オーガニックポップサウンド、かつてはね。今日はみっこがいろいろ考えてることを喋るんでしょ。いや、そんなにないんだけどね。何も聞かされてないじゃん。そうだね、うん、まあいいよ、うん、いつもそんな感じだ。はいじゃあ次。なんかちょっと涼しくなってきた。ちょっと涼しくなった、うん。元気でいました？生きてました？生きてるから来てるんですよね。そうですね死んでたら来ないですよね生きて生きて無事生き抜いてきた勇者たちがここにやってきて、圧がすごい圧を感じながらですけどもね。ね、もうなんかあれですよね、注射3回目の人もいるんでしょ。あ、そうなんですか。いる。ワクチン3回目やってる人います？まだいない。これから、これから、ね、そうです ね、まあ、ね、みんな熱出ました。熱出た人、あ、みんな、ね、それ割と熱自慢したいな熱自慢したい。熱でなんか休んでたよ。熱で、あ、そうだ、 YouTube のね、うん、そうそう、寝てた。大して本当は出てなかった。いやいや、出てた出てた熱の中応援してましたよ、達也のやつね、うん、応援してた。そう、ね、そうですよ、ね、皆さんもね、来年もね、みんな元気でいるようにね、この感じで生きていきましょう。この感じってどんな感じだ。はい、じゃあ、この曲もね、すごく久しぶりなんですよ。なかなか、俺もだって1回ぐらいしかやってないよね。そうですかね、わかんない、うん、もう2人ともなんだか、どんだけやってないと思ってんの？いや、今日はなんかやってない曲をやろうライブみたいな勝手なテーマを。何もやってない、何年も休んでたんだから。まあそうなんだけど、やあの中でも、中でもやってないよね、この曲。やってた時もやってなかったやつ。そう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 、選ばれなかった人たち。みっこ、みっこにね、はい、はい、選ば、あ、涼しくなってきた、すごい。選ばれなかった曲たちが今日キラキラと輝く一日ですね。そんな一日もあってもいい、マーブルのように。何、何か言った今マーブルのようにひっそり生きている人たちもみたいな感じ。ひっそりは分かるそこは共感を得ました。はい、聞いてくださいはい、じゃあ次の曲、2曲続けて聞いてください。クラップヨーハン、色変わる未来へ。
い終わりある揺らめく世界どこまでもふわりふわり飛びたいなふわりふわり飛んでゆく綿帽子ひとつ近くていいのまだ遠くへ行くかさあ飛んでゆけ空へ偽りない欲望の宇宙にたどり着くあの場所へ暗闇さえついてけば君のもとへ空の向こうへ夜の向こうへ出会えるはず夢行くの吸い込まれそうなくらい晴れ晴れした朝の日目覚ましのベル鳴る降り注ぐ光受けて心の境界線をさあ今日も飛び越えよう飛行機雲を空幸せはまだ先へまたまた見えない向こうルールはない自由に放つキャンバス心と体のバランス天秤の上で揺れる新しい青空でどんな夢を見る今のこの場所は掴めるもの一つ欲張りすぎた瞬間こぼれ落とさないようにキュートに切り締めた飛行機雲をちぎれてく描いてる旅の途中思い出は
幸せはまだ先、またまた見えない向こう、でこぼこ道雨に打たれて転んで、袋の中のバランス、限られた日々を歩く、新しい青空でどんな夢を見る、今のこの場所は一本の線の上、探して覚まって未知数な世界へ、待ち合わせはまだ先、またまた見えない向こう、ルールはない、自由に放つキャンパス、心と体のバランス、天秤の上で揺れる、新しい青空で君が呼んでる声、今までで最速なぐらい、なんかちょっと座っていいですか俺のせい、どうしたの、俺のせいじゃない、え、達也のせいでしょ、このテンポで弾けってみんなから聞こえるめちゃくちゃ早かったですね、加速していった俺も大変だよ、手拍子禁止だから次の曲、すごい、いやみんなもうあれですね、パワーがこうみなぎってまして、これ以上のテンポで俺弾けないです、マーブルを殺す気ですね皆さんおじいちゃんおばあちゃんを殺す気ですねちょっと、あー休もう、休もうって言ってますけど、もう終盤ですよね、これ割とね、そんな感じですよね、最後の曲、いやそんなことないけどまあでもそんな感じ、あれそうなの、あれそうだっけ、いや最後の曲じゃないですけどまあ最後近くなってきたので、なんか達也喋って、もう俺最後の曲見てた今全然違う曲の準備してたもう今夢雲の流れでね、もう今なんかちょっとやりきったからちょっと最後のライブの最後の曲みたいになってますよ私、ちょっと立ち、もう、ね、腕だるいもん俺最後の曲ねえ、面白いですねね、ライブやってないからね、ちょっと ね、 うね、そう呼吸困難みたいになるよね、ちゃんとメトロノーム聞いた方がいいよグッズで売ろうか、メトロ次の曲のテンポ聞きながらしたらすごい早いね、早い、そうだよ、最速、びっくりしちゃった、なんか私早口苦手なんですよ、まあ知ってる通りね、
なのでちょっとびっくりしちゃったんですよ。俺もびっくりしたこんな大変な曲だったっけな夢雲。いやすごい最速でしたね、なんかね、うん、今までで、ね、ねえ、多分でもお客さんがみんなね、こうね、マブダチがみんなこうもう普段のこうねパワーをね、こうここで出すんだみたいなね、これでいいかも、ね、俺無理だからそうなったそうだよね、こう叫べない分この拍手でやるからなおさらね、拍手なのかこう手拍子なのか分からなかったらもう俺はもうついていけないへえ、そっか、あとでも、あでもあれだね、大丈夫ですね。何が危険な曲は1曲ぐらいしかないですからもうだって危険な曲の時は手拍子禁止だねそれはもうね、ちょっとゆっくりめに始めたらいいんじゃない、達早くなってくからどんどんさっきも最後にちょうどいいさっきもいつか明ける空ですごいどんどん早くなってなんだろうと思いながら、いやだからそうなんだよ、ね、みんなパワーがいいこと、え、気をつけるということ分かんない俺にはどうしようもない、気をつけようがない、そうですね、途中で止めればいいのはい、じゃあ休憩、休憩、あ、達也喋って、俺はもう喋ることない私にちょっと最後のパワーをちょっと温存したいから、ちょっと達也喋ってくれる、最後のパワーなのこれ、最後のやつ、最後の曲じゃないってもうおじいちゃんは者のからさっきから最後って言ったらもう最後って思っちゃうからいやもうね、そう、何年ぶり ?1 年ぶり、1年半ぶりさっき言ったけどね皆さんライブはあもう行ってますよね、やってますもんね、じゃあ1週間前に行ったっていう人あいますよね、1週間、2週間前に行ったって人、そんな覚えてるの3週間前に行ったって人、1ヶ月前に行ったっていう人みんな行ってる行ってる、うん、ライブ慣れしてるんですよ私たちより、まあそうだろう私たちより、そうそう私たちより、でもやっぱこう歌えないですもんね、みんなね、拍手とかね、こうやって手拍子でやるしかないから、手拍子で力こもっちゃうみんな力こもっちゃって早くなっちゃうんだ、そうだね、アコースティックだと危険だってことに気づきました、ね、こんなアコースティックでさ、いやでも前そんななんなかったよね、なんなかったよ、どうしたんだろうね、え、みんなね元気すぎる、元気で、うん、元気が、俺も立ってるからさ、うん、なんか調子に乗って弾いたら痛い目にあった痛い目にあっちゃった、はい、いいよ、じゃあ やりますかそろそろね、ずっと休んでたいけどライブなのに、次の曲もね、すごい久しぶりですよね、うん、はい、久しぶりなんでしょう、要はほぼほぼね、ほぼほぼ、はい、これは、虹色ハミングの中からつぼみ、
する。
最後の曲なんですよね。最後の曲、はい、なんですけども、マーブルね再始動しまして、YouTube でね聞いてくれた方もいらっしゃると思うんですが、久しぶりの新曲瞬間マテリアル聞いていただけましたかね。ありがとうございます。ね、本当になんかこうね出すまでに時間かかりましたよね。はい、いろいろなんだろう、こうねいろいろ考えることがありましてね。はい、そうでしたっけもう心をここにあらずみたいな宙を舞っている感じですけども、はい、久しぶりの曲ということでね、どんなのがいいかなっていうのがねあったんですけど、いろいろね作った中でね、その瞬間マテリアルが1曲目になったというね、はい、これはなんでですか。なんでですか。よかったからじゃないですか元気でね。そうですね、なんか一番初めだし、そうそうそう、なんかもうちょっとなんかだいぶ経ったから、うん、大人なねマーブルもいいのかなって思った、うん、そうなんですよね、割とそういう曲を作ってたんですけども、大人だし、はい、いろいろ出してる中でね社長からこれでってね言われましたよね。これでいいんじゃない、これでいいんじゃない、これでいいんじゃない、これがでじゃない、間違えた間違えた、これが良かった、そうそう、これがいいんじゃないっていう、なんかね、そう、そんないろいろある中でね、この曲がやっぱり元気になる、そう、歌詞、歌詞もそうなんですよ、こうこれになるってなっていろいろ考えていく中で、やっぱり再始動ね1曲目なので、そういう気持ちも込めて作った曲だったりしてね、いろいろ今大変な時期ですけども、なんかいろんなことに諦めずにね、ちょっとずつちょっとずつやっていけたらいいなっていう気持ちを込めてこの曲を作りました。では聴いてください、瞬間マテリアル。これは手拍子どうする、やめてくださいあ、今日はじゃあひっそり聞く感じですね。昨日の俺のツイート見たでしょ、これ。そうそうそう。めっちゃ練習した。これが早かったらやばいことになるんですよね。なんで今日はちょっと聞く感じで最後の気持ちだけ。本当は手拍子してほしいぐらいの気持ちなんで。ツイートするぐらい練習したの。はい、はい、じゃあ聞いてください。瞬間マテリアル。大丈夫ですか？はい。飛び出したあの道は遥か遠くで、ここはどこだろう、近くさえも霞んだままの日々、書き消したつもりでも少しずつで、一歩ずつで、私だけの秘密を形にしよう、自由に描いてゆこう、誰にも止められない、スタート地点無限大のパワー放って、何色にもなれるよ、それは心のままで、明日から歩き出す未来、次第繋がってゆく、たった一つ瞬間マテリアル、つまずいた過去だって全てが意味のあるものだから、かっこつける、自分は自分でいい、大好きなものだけを行く幸せ、もっともっとわがままが溢れ出した、ずっと
紡いでく未来軽やかに彩っていく一個だけの艶すぐ出てこないには理由があって、ただ俺に働かせたいだけです早く出てきて、もう早い曲出し尽くしたんで大丈夫です俺的には。いやどうですか皆さん、楽しんでいただきます。やっとライブができてよかったなと思ってます。今日はあれですか、東京じゃない方、あ、いっぱいいる、他県からいらっしゃってください。関東、まあ関東の、ね、遠くから来てくれてる人もいるのかな。お、どちら、岩手。おー、岩手すごい、ありがとうございます本当に何どうすんの。じゃあ一曲歌いません歌わねえ、歌わねえ。早くみこさんおいでよ。ありがとうございます、もうちょっと喋ればいいのに。いやもういいっすもうね、今早い曲立て続けにやって、この感じでマーブルこのまま行くのかなってどういうこと。今思ってるんです体力がついていかない。再始動したらこういう感じになったの最初の前より元気になっちゃった感じ。まあでもね、曲は社長が選んじゃったんで。え瞬間マテリアル、これを背負って背負ってどんだけ早いテンポで弾けるかというチャレンジにしていくわけですかね。どんどんこうなんかこういうものをさ、こうさ家とかでさ近くしていくよね。こうやって自分の場所の近くに持ってさ、こうやってさ、こうやってやっていくよね。楽に楽に
全然聞いてない。ちょっと待って、変なとこに入った。全然聞いてなかった今大丈夫。よくさ、こうやってテレビとかでもこうやって見てるんだけど全然見てないときってない。心がここにあらず。こうやって顔見してんだけど今の見たって言われたら何が。今だってすごい遠く見てたもん。なんかどこ見てんだろうと思って、なんかいな、ここにいなかった。間違いなくみっこは見てなかった。全然見てなかった。全然見てなかった。そうだ、今日話すことねあるんですよね、いろいろね。はい、アンコールにさ、アンコールなかったら話せなかったってことだ。そうですね。で、まあね、そうですね。その時はツイッターとかでつぶやく。大丈夫。しょうがない。アンコールなかったんだったら。まず今日はT シャツあるんですよね。T シャツがあって、あ、そう、この間ね、そう、もう着てる人がいらっしゃった。すごい着心地いいですよね。それね、最高なんですよ。寝れる時も着れるやつ。寝れる時もってどういうこと。寝る時じゃなくて、ね、寝れない時がある。まあ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 、着心地がすごい良くて、はい、M と L と XL だっけ。そうだっけ、あ、3つあるんだっけ。 3種類。はい、はい、3000円。安っ。M と L と XL。はい、M 着て L 着て XL 着て。そうそう、3枚ね、3枚買っていただきまして。はい、重ね着。はい、重ね着でね、あったかあったかあったかで。でもこの素材だったら着れますね、重ね着。大丈夫、大丈夫ですよ。脱いでも脱いでも。はい、そうですね。そうなんです。はい、ぜひ。黒が M、 はい、白が L、 L、 XL は知らない。何色？白でした。白でしたって、はい。グレーが欲しい場合は下に黒着て上。なるかな。そうそう、ちょっと透けて。なるかな。そっか。じゃあ白も毛染めしてもらえばいいんじゃない？毛染め？毛染めしたら鳥さんが消えちゃう。せっかく割れた。グレーにしたい人は染めてください。はい。青い鳥がね。別の色に。はい、今日、そこで売ってるのかな、夜、ね、で、ひっそり私のグッズも2つだけ売ってますんで。割と場所取ってるけど。あ、本当場所取ってる。でもまあそんなにないから、エコバッグと、ミッコの刺繍みたいな。刺繍。刺繍じゃない、刺、刺、心ノート。ポエム。ポエム。ポエム。ポエマーなの私。そう。実は。なんか言ってみてよ、ポエム。ん？ポエム。なんか言ってみて。達也は今日も達也だった、うん、丸。売れないね。売れない。はい、ぜひあ、うちらも行くね、あそこに伝ってるね。行けんのかな。いるかもしれない。いる？いるよ。いる？きっといるよ。買ってる？はい。で、ミッコのやつ買ってくれた人にはサインします。ミッコのやつ買って。何？自分の宣伝。え、マーブルの T シャツ。マーブル利用して自分を売ろうとしてる。ひょっとして。はい、まあでもそんなないんで。あ、そう、大丈夫。そんなに未来かと思っちゃった今、マーブルが。ね、マーブルのグッズ増やしたいですね。なんか今日はなんか言いたい放題言っていいって言われたから。どういうこと。ん、やりたいことを。あ、やりたいこと、これ、こういうのまたね、こういうね、このやつだ。もうさ、いっぱい使ってるからさ、なんか汚れてんだよね、私のやつね。だいぶ前ですもんね、これね。いつのやつ、もう分かんない、初期。でもね、このミニタオルいいですよね。大きいのもいいけど、ちっちゃいのも普段使えていいかな。通販番組みたいな。あ、でもこれ売ってないからね。残念ながら売ってないんですけど。達也何が欲しい。ピックとかか。ピック？うん。ピック前あったよね。あったね、作ってましたね。大きいのとかいいですよね。大きいの使う。自分がでしょ。結局自分が欲しい。欲しい。いいじゃん。はい。ピック。あとバッグとかね。バッグ。バッグもいいし。みんな何が欲しいんですかね。最近何が流行ってんの？マスクね、マーブルってここに。誰もつけないよね。鳥さんぐらいなんじゃない。ここに二段重ね。
ああ、そういうのね。なんか作りたいですね。また今後。そうです。で、まあ今から話すことは夢物語みたいな感じなんですけども、来年2022年ね、2月の21日に15周年なんです、モアブルーね。惜しい。21日に CD が出たって。そう、芽生えドライブでデビューしたんだって。芽生えドライブで、ね、2022年の2月22だったらニャン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 だったのにもったいないね。なんも別に猫の日みたいになったのにね。猫じゃない猫飼ってないし、ね、残念でしたね。何でも自分に持ってくるねえ、2022年にニャン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 だったらね、残念。まあ違うから、違うから、ね、なのでもしかしてそこら辺でなんかライブやるかもやんないかもみたいなね。そこら辺でやるかもやんないかもみたいな。そこら辺って言ったらなんとなくそこら辺って感じですよね。そこら辺、うん、そこら辺そこら辺わかんないけど、はい、まあね、なんとなくやりましょうよ。せっかくだから、うん、まああともね、バンドでやるんでしょ次は。バンドでね、2人はね2人はちょっとね、2人はもうね飽き飽きしてるみんなも飽き飽きしてる。もうね飽き飽きだよね。そうなんですまたこの2人かって思うね。ちょっとね、はじめもうちょっと近かったんだけど達也がちょっと離れたのね。いつかここに誰かが入って真ん中に誰かいるかもしれない可能性あるかもしれないですね、はい。なので、なんかね来年はまあアルバムとかも作れたらいいなーなんてね。アルバム、そんな、まあでも達也が頑張んなきゃいけないんで。なんて自分でやればいいじゃん私はほら弾き語り売ってたんでしょさっき。あれね、弾き語りればいいんじゃん。いや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 、半分ぐらい私の弾き語りなの。そしたら15周年で15曲入りあるやばいねそれね。そうやばいやばだね、15周年だから、はい、なんかねそういうのもできたらいいかなとか思ったり、ね、まだある。まあ夢物語ですからね、まあとは神戸の月世界でもやりたいなとか思ったり、そう、ね、やりたくないですか。やりたいですね、うん、なんかやるとは言ってないですけどね、やりたいって言ってそうそうそう、やりたいなやりたいなっていうところですね。言ってるとさ、あのこの会場に社長がいますから。あ、そうですね、うん、ここなんか声が届くかもしれないですからね。聞いてるかもしれない、はい、もしや聞いてないかもしれないその可能性もあるあとはなんだ、あとなんかある、あ、なんか、あとなんか、あ、そう、曲ね、まだ出すんだ。出します。あと2曲あったね。ミトン、ミトンは今月、今月またあの MV かな。はい、 MV で3曲目、はい、どうぞ言ってください。カラフルでいい違います。違う、俺の中でカラフルでポップな溢れ出す音楽は僕を救うっていう歌詞でした、はい、あ、そう、もうみんな忘れたいっていう3曲目があって、はい、3曲ね、1月にね、だから12月、うん、1月とはいまた発表していく、はい、そうです。配信リリースの方はちょっと先になりますけど、先にそうね曲を発表してっていう感じでやっていく予定です。予定、はい予定です。予定は未定です一応1曲は出たからさ、ね、ね、新刊マテリアルが、はい、恐ろしかったね、出ないかもしれないかったからね出てよかった、よかったね、うん、ギリギリだったよね、まあ、出たんだからそうですね、みんないっぱい聴いてくださいね。あそこでしか今聴けないからね、はい、そうですね、いっぱい聴いていただきまして、1日10回は乗るまでそれどうすればいいの。え、俺も聞くの、達也も。俺なんかもう
聞くより弾く方が精一杯。あの聞けばいい、聞けばいいよ、弾かなくていいから。あ、そう。次はバンドでやるから。そうですね。一人でこれやるってなかなか。みんなもやったらいいよ。やって。みんなもやって。手拍子の代わりにみんなでギター弾くって。ね、そうですね。達也のギター講座みたいなのもね。俺のギター講座、うん、何の役にも立たないと思う。適当に弾いてるだけだから。はい。あとは、あと12月の12日に、はい、YouTube またやるんですけど、はい、ね、ゲストにナノライプが来るという。ね。ね、俺の飲み友。飲み友。ナノライプさんってなんかね、逆なんかね、ジュン君とね、キミコちゃんね、ジュン君がポワポワしてるよね。え？ポワポワ星人ですよね。ジュン君？うん。ジュンはポワポワ星人ですよ。キミコちゃんがちょっとはっきりこういう、だからマーブルと逆かも。え、でも見たらそう思わない？あ、ポケーっとした感じがするよね。ポケーっとしてる？うん、ポケーとしたポケーね、うん、ポケーとポケーはちょっと違う。ポワポワ星人やる時はやる男なんだよ。なんかこの間なんかみっこさんってすごいこんな、なんか言われた。誰、誰に？じゅんくんに。なんかその天然なんですかって言われた。天然なんですじゅんくん。だからさ、話には聞いてはいたけど実際に会ったら本物の天然なんだと思ったじゃん。そう。話だけじゃなかったって。天然ならいいけどね、なんかやばい天然なんですよ私ね。やばめの天然。そうそう、ね、まあしょうがないよね。もうね、まあしょうがない、ね、楽しみね、12日は、ね、はい、どうなるか、どうなるかですよね。誰が仕切るの？え、ジュンとミッコじゃない？いや、ちょっとやめて。俺とキミコはこう横で見てる。それやばめだね。やばめの横で俺とキミコで飲んでて、ミッコとジュンでなんかやればいい。それやばめの放送ですね。やばい、今までで一番ちょっとやばい放送になる。楽しみ、ぜひね。多分8時ぐらいですかね。はい、はい、ぜひ。何時からだったっけ。あ、今8時からちょっとね。8時ですよ。はい。12月12日の20時からですね。はい、ぜひ見てください。何やるかは、募集してます。してるかな。募集してんの？してない。してないよ。何しようかね、本当にどうしようね、困っちゃうね。はい、という感じで、で、次の曲は2曲目のそのリリースのね、やるミトンをちょっとやりたいんです。この曲は本当に、冬の曲でね、この間の放送も言いましたけど、ミトンはこう指じゃなくて、こういう2つの指のやつの手袋をミトンと言います。ミトンはみんなしないよね。男子で見通したらちょっとなかなかいない。冬の人は、雪国の人はするかもしれない。なかなかハードルが高い気がする。はい。じゃあ、はぁ、息が、深呼吸しよう。はい、じゃあそうですね、作って思ったんですけど、喋る、まだ喋るの？もうね、帰りたいよみんな、多分アンコールして後悔してるから。喋りに出てきたんじゃないか。今10分ぐらいもう喋ってもね、もうみんな長い。みこさんまだですかって言っていい。でもほら、昔ほら4時間半ぐらいやってた時あったからね、それに比べれば全然短いよ。いや、それが良かったかってみんなに聞いたいや、
昔はあの時間を気にしてなかったんですけど、今はこれ時計あるから。なんで時計見てんのにこんなに喋ってるかなってちょいちょい時計見てるけどずっと喋ってんなって思って。話したいことがいっぱいあって、久しぶりなんで、うん、そうね、そうなんです。はいね、ちょっと切ない感じの曲になっております。そうですね、あのこの曲の気持ちとしましては、そうですね、なんかこう、まあ、瞬間マテリアルもそうなんですけど、やっぱり何かこう一つでも大好きなことがあれば、あのそれがあのなんだろう、叶わなくったって何かに絶対こうつながっていくんじゃないかなっていう気持ちがありまして、でこの曲は割とこう切ない曲なんですけども、まあその中でこう好きっていう気持ちをこう持ってるってことの素晴らしさみたいな、大好きがあるって素晴らしいよねっていう気持ち、叶わないけど素晴らしいよねとか、そういうのからこうまたつながっていくんじゃないかなという気持ちを書きました。聞いてください。ミトン。季節が変わっていくよ、今年ももう終わってゆくんだね、早すぎるよね。友達とのんびり電話をしながら夜空を眺めていた。一人ぼっち静けさの海の中みたい、衣替えをしてたら懐かしい日々に出会った。ぽとり君がくれたミトンが大好きだった、また会えるかな、今よみがえるよ、あの日見た風景の空、白い吐息とかじかんだ手のひらを置いて、けぼりのままのこの想い、どうして秘密に進めないんだろう、あと何回数えて忘れられたらな、ぎゅっと握りしめたよ思い出を。色褪せないんだよ。
い。じゃあ次でラストの曲になります。ありがとうございました。なんでそんな顔してんの。おじいちゃんみたいな顔してる。眩しいな。はい、次の曲もね、クリスマスの曲、マーベルの唯一クリスマスの曲をね、空想ジェットからね歌いたいんです。はい、なんかこの曲も切ない。明るい曲作んなきゃね、クリスマスのね。今言うなってね。そう、切ない曲なんですね。クリスマスですね。ん、クリスマスだったんだね、今日ね。なんかタイトルついてたっけ、クリスマス。そうなんです、クリスマスだったの。そうなの、全然クリスマスじゃないよね。全然クリスマス感ないけど大丈夫ですか。そうだね、メリークリスマス。まあもう遅いよ。遅いね。おかしいな。いや、私にクリスマスの格好しようと思ったんですよ、本当は。何、トナカイ？うん。ソリ？なんかね、買ったの。買ったの？買ったねのがね、昨日届いたらね、すごい大きかったんですよ。なんか通販でね、買うと分かんないからサイズ。ここに飾っとけばよ。そうです、そうです、ね、ここに飾っとけばよ。ちょっとでかすぎてね、やめました。サンタ、サンタみたいな感じ。サンタ何も着てなかったんだけど。そうそう、違うの買ったの。サンタクリス、クリスマスっていうからね、買ってみたんだけど全然。雪だるまとかにすればじゃあタツヤ、オラフがいい。オラフ、オラフ、オラフっぽくない。オラフいいんだ。はい、いつかオラフになります、いつかね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、また来年会う日まで皆さん元気でいてください。はい、生きて生き残って。最後だから、たとじゃあ幻想の場所、それぞれの道の上。皆さん今日はありがとうございました。いやー、皆さんいい日だったよ。いい日だったね。いい日だった。いい日だったね。私今日本当はクリスマスの格好しようとしたの。だけどね、大きかったの。来るときはクリスマスの格好してた。そうなの、着替えたのね。着替えた。はい、着替えました。はい、じゃあ最後の曲になります。はい、大丈夫？ OK？ 大丈夫。はい。幻想の場所、それぞれの道。初めて見つけた新しい景色が広がる。照らされた光と約束のない未来浮かんだ。一緒に眺めるキラリ輝くイルミネーション、星降る夜と銀色の月が灯す明かり。それぞれ
惑いの空気が漂う。揺れ動く光と約束のない未来、飛ばした二人の世界へ、キラリ輝くイルミネーション、君だけ思う銀色の月が霞かに、スターリーボーユ届けて、空に叶えて願い、答え届く日まで、 You wish クリスマスの夜、君と出会い、どこまで遠くへ、幻想の場所とそれぞれの別の道の ありがとうございました。マーブルでした。